こんにちはでしたね。こんにちは、そして、お帰りなさい。ラジオ C. D. を何度も何度も聞こうと大好きな電波兵団が帰ってくると。知って、とっても嬉しかったです。年間の100回目放送も。いらないですよね。そうなのよ。それは、まあ、なんていうのかな。かそうだね。これ、また、あの、あの、進撃の巨人とは全然関係ない。そう、まあ、僕らの因縁ですよね。そうだね、俺らの因縁だね。頑張りましょう。ええ、お二人は、また、電波兵団がまた始まると知って、どうでしたか。ぜひ、お話を聞けると嬉しいです。アニメ放送と一緒に、ラジオ。 の方も楽しみにしていますね。こんな情勢でもありますので、お体にお気をつけてお仕事頑張ってください。心臓を捧げよ。はい。あ、まあ、最近心臓を捧げてないから、そうだね。なかなかね。いや、ありがとうございます。いや、久しぶりに、ね、ラジオ。いや、本当、スタジオじゃなっていう。まあ、下野さんと会う機会っていうのは、まあ、アフレコ現場だったり。そうなんだよ。アフレコ現場もそうだけどさ、なんか、いろんなところで、こう。 結構、かじくんと一緒になること多いね,そうねなんかニアミスじゃないけど、あ、あの、相手はかじくんですみたいなとか。あーあ、そうかそうかそうか、そう,そ,うそ,うそういうのも結構あるよね。でもなんかやっぱこう、ラジオでこうやって喋るってなると、うん、なんか懐かしいなってやっぱ。そうねー、うん。なんかね、普通に喋ってますけど、ちょっと照れくさい <laughs> 感じすらちょっとありますもんわかる。<laughs> それはわかる、うん。よく知ってる光景だし、喋、ね、り方だし、声なんだけど、なんかね、 なんでしょうねなんだ気持ち悪いな。いや、ばつなんかわかんないけどけてきたもんもっと言うと、このスタジオ入る前に僕は下野さんが、あのね、なんだろう、道に座ってるのを見つけました。事務所にね、ちょっと連絡取って、スケジュール確認をしようと思って、腰を落ち着けたら、ここで何やってんのって、すごい急に声かけられて、えっって言ったら。 まあ、下野宏じゃないですか、もうね、みんな大好き、みんなおなじみ、ね、大人気声優、下野宏が、なんか、地面じゃないですよ、あの、ちょっとこう、腰掛けるね。そ花壇、ね、みたいなとこだったからね。<れ> <laughs> ダンでもちょっとおかしいけど、<laughs> に座ってなんか、鞄からごそごそやって、なんか今日も、やっぱ今日もカらし色のパーカー着るんですよ。枯 <laughs> らし色枯、ね、らしいや、しうね、さんが言ってるんですよ。<laughs> 今日もカらし色のパーカー着てんなーって。たまたまよ。うん。いやあなたたちに会うとき、たまたまなだけよ。よ本当よくカらし色だけど私別にカらし色のパーカーばっかり着てたから。いや、似合ってますよ。いい、いい色ですけども。い,はい、いや、あ、あれ のあ、のひろいるって、普通にいるんですよ、なんか下ひろが。鳩感覚でなんか。<laughs> <laughs> あ、下ひろが座ってるなぁって思って、思うけど、これ普通のことじゃないよなって思いつつ、なんかやっぱ見つけたらちょっとね、普通に声かけるのもなんかつまんないなと思って。 おいやってんだっていう、ちょっとね、こう、ドキッとするかな、みたいな。もう、ドキッとした。よかった。電話、電話かける前だったから、余計にドキッとした。なんかね、ドキッとしてたのか、すごい、あっ、おおおおだってさ、黒ずくめの男がやってくるんだよ。まあ、今日僕もちょっと、それこそ衣装だったんで、確かに、まあ、いつも以上に黒ずくめ。で、なんならマネージャーさんと一緒だったんだけど、マネージャーさんも黒ずくめでさ、黒ずくめの二人がやってくるから、おおおおって最初になってまあ、それに急に声かけられたりしちょっとびっくりしちゃったんだけど。 あってのああ今です <laughs> <laughs>